昭和の鏡というお話です。では始まり始まり。あるところに正直者のおばあさんがおりました。皆さんこんにちは。私は今から村の観音様へお参りに行くところなんですよ。一緒に行きませんか？観音様、今日も一日元気で過ごしました。ありがとうございます。息子夫婦も本当に働き者で頼もしいです。天国のおじいさんも幸せに暮らしていますか？私ももう年だから病気で苦しんだり、ぼけて皆さんに心配かけずに眠るようにある日ほっくりと死にたいものです。よろしくお願いします。今日は皆さんとお参りに来ました。毎日心穏やかに幸せに過ごせますように。さて帰りますか。皆さん今日はありがとう。気をつけて。さようなら。ただいま。おかえりなさい。ご飯ができていますよ。ただいま。おかえりなさい。今日もいい仕事ができたよ。元気で働けるということは本当にありがたいね。息子も嫁もよく働いてくれて嬉しいよ。私も皆が元気でいてくれて本当に幸せです。ああ嬉しいね。よかったですね。3人とも、とっても仲良しで幸せそうですね。あら、向こうからやってくるのは村の皆が嫌われている意地悪ばあさんです。なんだい、じろじろ見ないでおくれ。どうせ貧乏さ、なんかくれるのかい。ああ、くたびれた。腰も痛いし、足も痛い。やれやれ。あんた、ばあさん帰ってきたよ。なんだい、ぐるぐる寝てたのかい。怠け者のバカ息子め。嫁が嫁だからこんなになっちまって。ばあさん、向かいの家の犬を殴ったんだって。俺がさっき文句言われて謝ってきたんだぞ。ワンワン私に吠えてやかましかったんだよ。謝ることなんかないんだよ。誰にでもペコペコしていいってもんじゃないさ。おばあさん、なんだ偉そうに。隣の家で私の悪口を言ったそうですね。ご飯も食べさせてもらえないとか。なんだよ、本当のことを言っただけだろ。お前ばっかり食べてるからブクブク太ってるんだ。うん、あー、もう二人ともやめろよ。なんだ、どっちの味方だよ。あらあら、喧嘩が始まってしまいました。正直ばあさん、意地悪ばあさん、皆さんの家はどちらと似ていますか？そうね、いろんな生き方があるけど、どんな生き方をしても人間は必ず死ぬ時が来ます。ある日、正直ばあさんは死んでしまいました。優しかったおばあさんが死ぬなんて。天国に分かってやっぱり寂しいな。ばあさんの死に顔の優しいこと、にこりと微笑んでまるで眠っているようです。毎日観音様にお祈りをしていた通りになりました。あれ、おばあさんの体からもう一人のおばあさんが現れましたよ。でも息子たちには見えないようです。息子たち、
私のために泣いてくれてありがとう。でもあまり悲しまないでおくれ。私はこうやってあの世のおじいさんに会いに行くんだから、さようなら。さて、いじわるばあさんの家でもお葬式をしていますよ。はあ、せいせいした。本当に意地悪な人だった。もういじめられずに済むわ。なんだって、私はまだここにいるよ。はあ、もうこれで近所の人に謝らずに済むよ。とんでもない息子だよ。私に聞こえてないと思ってるのかい。きー、悔しい。あらあら、死んでからも喧嘩をしていますね。ところで、死んだらどこへ行くか知っていますか？